はい、皆様お疲れ様です。バレラベロです。本日はですね、 S ランクエキサイティングプレイヤー契約書ログインボーナス、阪神タイガースさんの報酬引いていきたいなと思います。はい、こちらですね、まあ皆さんも知ってるかなと思うんですけれども、エキサイティングの対戦動画でも最後にくじを引いてるじゃないですか。でそれで阪神の秋山選手が見事 S ランクを引いてくれたというところで本当にありがとうございます。まあ例年ね、まあ年に1枚ぐらいだったんですけれども、今年に関してはさらに中日の柳選手も当ててくれてるので、ログインボーナスで2枚ですね、 S ランクを手に入れることができます。さらにね、まあ来週になったら第2弾のね無料ガチャもあるので、本当に喜ばしい限りでございます。こちらログインボーナスに関しては1段と2段どちらの選手も出るので、まあ1段だったら正直牧選手が一番欲しいんですけど、2段だったら結構ね欲しい選手それなりにいるんですよね。田中マー君であったりだとか、まあ千賀選手、あとは岡本和真選手とかもね当たったらちょっと嬉しいかなっていうところなので、まあ今回はねその辺狙って引いていきたいなと思います。普段ね、オリックス純正をしてるんですけれども、今回出てるね、宮城さんも吉信さんも僕通常で持ってるんですよね。なので当たったらまあリーグ的に宮城さんとかだったら特にまあ継承するかもしれないんですけれども、そこまで欲しいかっていうのは正直そうでもないので、もし当たったらね、写真はね、すごくかっこいいんで、写真はね、変えて使っていきたいなっていうところですね。はい、それでは見ていきたいなと思います。よっ！さあ、1段2段ね、どっちからも出ますからね。はい。じゃあ来い！石川選手は絶対やめてね。石川選手は絶対やめてね。松井選手いいんじゃないですか？ありがとうございます。松井選手って確かタイピン残ってたよね。やっぱりそうだ、残ってるわ。よーし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 。実はですね、以前2021年シリーズ2で僕、松井裕樹選手ね、当ててるんですよ。まあ、突ゼロで、まあ、たまにリアタイで、他球団の選手使うときに使ってるかなっていうぐらいで、全然特殊能力もね、タイピンちょっと気持ち程度につけてるぐらいなんですけど。ね、まあ、スピリッツ的にも大きく変わるんで、こちらの松井裕樹選手の鍵を外しまして、こちらをミキサー要因にして今回当たった松井裕樹選手を新たに育てていきたいなと思います。ありがとうございました。